はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病や、ね、悪性リンパ腫などの血液のがんと言われる病気をすると、ですね、まあ、治療のために、抗がん剤と放射線照射をします。まあ、この病気というのはですね、まあ、血液細胞のがん化してしまったその細胞があるんですけど、それをその抗がん剤と放射線照射で、撲滅していくっていうやり方をする、まあ、なくしていくんですけども、まあ、それの、一応その数があるんですよね。どんだけがん細胞があるかっていう数を数えるんですけども、ある一定の数値以下、まあ、数以下になることをね、この病気の中ではね、寛解という言葉があるんですけど、その寛解という状態になることを目的にやっていくんですけども、そしてそれをまずその状態を維持していくために、その放射線治療と、抗がん剤化を行うんですよ。そして抗がん剤と放射線照射での治療でね、回復が見込まれない場合はですね、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再来血移植をする場合があります。でそしてその移植の際にねGVHD、移植変態縮視病という、分かりやすく言うと、まあ、その副作用が起こるんですよ。でその副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲みます。僕はですね、その2018年3月に急性骨髄性白血病が発症して、8月に末梢血幹細胞移植を行うことができて、現在に至ります。そしてね、その移植をした日からですね、移植によるその副作用をね、抑えるために今もなおその免疫抑制剤を飲み続けてます。患者さんによってはですね、僕よりも遅く移植を行った人でもね、もうすでに免疫抑制剤をね、飲んでない患者さんもね、おられます。で、こればっかりは本当に人それぞれなので、まあ、どれが正しいっていうのがまあ、ほんまにありません。で、まあ、そしてそんな中ですね、この前の2月6日6日ですね、の血液内科の通院の、普通の病院の通院の時にですね、免疫抑制剤を飲む分量がね、ちょっと減りました。まあ、過去に減ったこともあるんですけども、その、まあね、当時はその肺炎を起こしまして、ね、その時にちょっと分量がぐっと増えてしまったんですよ。まあね、肺炎と聞くと、ね、タイムリーなキーワードなので驚かれると思いますけども、まあ、僕の肺炎はですね、その時になった肺炎というのはですね、肺炎球菌による肺炎で、成人が、ね、一般成人 の、まあ、大人がですね、日常的にかかる肺炎、日常的にかかる肺炎というのもおかしいんですけど、まあ、その日常的に、ね、かかってしまう肺炎 の原因菌としてはね、その肺炎球菌が、まあ一番多いと言われています。だから、まあ、ベーシックな肺炎なんでしょうね。まあ、そのようにですね、ごく普通の肺炎なんですけども、まあ、その肺炎がね、原因でその移植の副作用をね、発症してしまう可能性がね、あるので、入院をして治療を行いました。ね、8ヶ月ほど前の話だったんですけども、まあ、その頃から比べると免疫抑制剤の分量はまあ半分以下になりました。まあ、そもそも免疫抑制剤の分量が減るとですね、どうなるかと言いますと、その移植による副作用が発症してしまい、場合によっては重篤まではいかないんですけども、まあ、日常生活に支障を来す恐れがありますので、まあ、それを踏まえての分量の調節をいつもしてもらってます。まあ、僕の場合の副作用は、まあ、今現在ではね、まあ、口の中に現れてます。その口の中の粘膜障害によりね、口内炎になって、で、濃いもの、味の濃いものをね、食べるとね、口内炎にひどく染みて何も食べれなくなります。そして唾液腺の損傷で唾液が思うように出なくなって乾燥します。口がすごい乾燥します。そしてね、感じたというカビにも侵されています。口の中がね、カビだらけなんですよ、本当に。でそしてその乾燥が原因で虫歯になって、今はね、その毎週月曜日なんですけども、歯科口腔外科に通って虫歯治療をしてもらってます。でそして新たに口の中に症状が出てきました。舌がね、ピリピリとね、しびれ出したんですよ。
結構日常的にしびれを感じます。あの濃いものを食べてもね、舌も痛くなるんですけども、もちろんね、粘膜なんで痛くなるんですけども、何も食べてなくてもしびれて、時にはね、すごい痛いんです。ピリピリってするんですよ。でまあそれの前兆かなんか分かりませんけども、味覚に変化がね現れてきて、で今までよりも少しその味が濃いものがねもっと食べれなくなったといいますか、もうよりこう薄味を求めるようになりまして、その料理のさしすせそってあるじゃないですか、砂糖、塩、酢、醤油、味噌もう使わずに料理をしてます。で水で炊くだけでしょ、だからでフライパンで焼くだけ、蒸すだけ、茹でるだけですね、料理法っていうのは。まあこれもちょっとね、皆さんに驚かれると思いますけども、いつも見てくれる方ならね、知ってくれてる方もいてると思いますけどもね、その高野豆腐パウダーという低カロリーダイエットパウダーをね自分で作って食べてるんですけども、その味もちょっと濃く感じてきまして、今はねない方がちょっと食べやすいですね。まあ、その高野豆腐パウダーっていうのは、そのお昼のねテレビでやってるヒルナンデスでね、紹介されたのをね、参考にさせてもらってて、高野豆腐、干し椎茸、かつおだし、生姜パウダーっていうのをね、もちろん高野豆腐はね乾燥してる状態の高野豆腐なんですけども、でこの4つをフードプロセッサーで粉々にするだけっていうね、めっちゃ簡単なパウダーなんですけども、まあ今のそのパウダーが食べ終わったらね、そのカツオだしなしでも作ってみたいと思います。そのカツオだしもね使ってるのもね少量なんですけどもね、そのカツオだしでさえも味が濃く感じてしまうんですよ。そしてピリピリと痛いです。まあ、このような地味な変化がね、免疫抑制剤の分量が少なくなって起きるようになってしまいました。まあ、長々と喋ってますけど、簡単に言うとですね、免疫抑制剤の減量で口の中の粘膜障害がひどくなってきたということです。まあ、しかも舌を中心に現れてきているということです。別にね、でも舌に口内炎ができているわけじゃないんですよ。でも薄くなってる気がするんです。すごいね、舌が薄くなってくる表現ってどうなのかなと思うんですけども、皆さんの舌の表面にはね、こう粒々の突起物があってザラザラしてるでしょう。僕の今の舌はね、表面がねこうツルツルになってて、その粒々の突起物をね確認することがねできないんですよ。こう指で触ってもね、ツルーンってしてます、本当に。またね、その部分的に痛さがね、違ってきてますね。この舌先っていう、舌があるとするじゃないですか。その舌先っていうのはこうピリピリしてて、側面はヒリヒリしてて、表面はね、食材が刺さる感じの痛さなんですね。といった感じでですね、その3種類がですよ、素晴らしいハーモニーをね、奏でてですね、僕の口の中を幻想的な世界へ導いてくれるんですよ、毎日。もうね、涙出ますよ。いろんな意味で。まあね、そんな舌の状態なので、猫舌がさらに猫舌になってしまってるんで、もう困ったもんですわ。まあね、この状態っていうのはですね、その骨髄移植の本来の目的である GVL 効果というのがちゃんと発動している証拠でもあるんですよ。その GVL 効果というのはですね、移植をしてドナーさんの細胞が患者さんの細胞の、まあ、白血球細胞なんですけど、悪い細胞をね攻撃して撲滅してくれるという効果のことを言います。それによってですね、白血病細胞をねなくしていって、ドナーさんからもらった健康な細胞でね、僕の体をいっぱいにしていくことができるので、まあ、その効果に期待して、この今の状態をね我慢していきます。まあしばらくほんまに我慢が続くと思います。もう辛抱せなあかんなっていうのがねあるんで。でもまあそのね、その日常生活を気持ちよくというか、まあまあ多少は我慢は必要なんですけども、そのすんなり送ることができない状態にはなってしまうと、困るので、そういった場合にはね、なんか何かあったらすぐ病院に電話してくださいとか言われてるんで、まあ、電話したところでねすぐ病院に行けるかどうかもわからないんですけども、とりあえず今は我慢していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。